こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はゴルフとビジネスはね、共通点が多いということでお話を作ったらですね、ゴルフのクラブ選び、初心者どういうのがおすすめですかっていうご質問をいただいたんで、それについて、お答えします。まずパターはですね、非常に重要なんで1個動画アップしました。これ転売商品のネタ選びの参考にもなるんで、よかったらご覧になってみてください。ゴルフが興味ある方はですね、なるほどなと思う点があるかと思います。で、パターとですね、ゴルフバッグ、これは、転売も可能なんで、高級品買っちゃっても全然平気です。で、それと、パターとウェッジ、サンドウェッジとかアプローチウェッジっていうね、グリーン周りとかバンカー入ったら使うとき、まずパターは消耗しないんで、いいのを買えばずっと使えますね。安いのでもね、入ればいいじゃんっていう意見もありますけど、あくまでもね、私が勧めるからには、金儲けに役立つ、クラブ選びということなんで、高級品を買っちゃってくださいと言ってます。で、ウェッジはですね、慣れたウェッジをずっと、使い続けるというか、消耗品なんで、溝が減ったりね、グリップ下手ってきたりなんだりした時に買い替えていきますけど、気に入ったモデルを見つけてずっと使うと。これはね、ウェッジだけ単独の使ってるとね、なかなかプロっぽくてかっこいいんで、それも含めて、いいのを選んでください。で、あと残りはですね、もうドライバーとかアイアン。これは初心者のうちは、練習場行ったりね、コース行ったりして、下叩いてね、擦り傷だらけになったりするんで、買ったより高く売るってのはちょっと無理があるんでですね、見た目とか何なりで、予算に合ったものを選んでください。ただ、この時ね、おかしな、オリジナルのね、短尺ですごい飛ぶクラブとか、変わったの選ぶと、少し慣れてくると恥ずかしくなって使えなくなっちゃうんで、ちゃんとした普通のミズノとかキャロウェイ、クリップランドとか、その辺の、ブランドの、ちゃんとしたブランドのものを使うのをお勧めします。で、中古でいいんですけど、グリップ、握る部分のゴムがね、下手っているとすごく打ちにくいんで、ここは新しいものに変えてもらうか、あるいは新しめのものを選びましょう。結局ね、クラブが安くてもグリップが下手っていて、それを全部交換してもらうとね、グリップ交換2000円とかね、取られますんで、クラブは5000円で買えたけど、グリップ交換でね、2万円近く買ったとか言ったら、何のために安いクラブ買ったんだかわかんなくなっちゃいますんで、あらかじめグリップは新しめのものをついてるのを選んでください。でね、中古だとゴルフの中古店があったらそこに売って買うのが一番おすすめです。実際に自分で見てね、売ってもね、いい悪いの違いは多分わかんないと思うんで、もう見た目構えやすいとかね、かっこいいとか、そういうので選んじゃって OK です。本当に OK なのかどうかっていう問題もあるんですけど、少なくとも見た目が良くてね、かっこよければ愛着持てるんで、まず愛着持てるクラブで、で、そのまま行っちゃってもいいですし、上達してきたら買い替えてもいいと。でも何しろ、パターは、ずっと使うんで、そして転売可能なんで、いいものを頑張って選びましょう。ね。あとのは、適当でというか、初めのうちは、恥ずかしくないものを、中古店で買えばいいかなという感じですね。またクラブ選びのものは、こんなのどうでしょうかという相談も全然歓迎なんで、ご相談してください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。